朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、まあ、年の瀬の日本を騒がせておりました、あの防、防衛費のね、増額の話。まあ、そもそもね、税金が上がるって話もありましたけど、このあたりについて分かりやすく、経済部の二人の記者に話してもらおうと思うんですが、まずはね、まあ、防衛増税、防衛費のね、増額の方について、えー、西尾国明記者に聞いていきます。西尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 西尾さんは経済部で何担当なんですか、はい、私は今、財務省の担当をしていて、うん、主計局という <laughs> まさに防衛予算ですか、予算を見る、はい、担当をしていますあの私、財務省って入ったことないんですけど、どんなところなんですか、普通に役所で、建物古いので、はあ、全体的には古い印象もあるかもしれませんなるほど、財務省のね、<え>え人たち、官僚の人たちって、なんか特徴とかありますかそうですねやっぱり、まあ 最強官庁と呼ばれることもあって<う>優秀な方が多いなという印象はありますね。<laughs> そというのは話していても私もそのまあちょっと他の役所、うん、経済産業省とかも担当したことがあるんですけれどまあそれぞれにちょっと特徴はあるなと思うんですけど<ー>特にやっぱりあの財務省は組織としてのなんか力が強いなとある一つの方向でやるぞとなったらうん、うん、まあみんな一い 活性に動くという印象があります、うん、西尾さん今、最強官庁って言いましたけれども、これはそうやって言われているんですか、それとも自称ですかいや自称じゃなくて、もともとそう言われてますし、今でもやっぱり予算を握っているので、お金を握っているということで、強いとは言わられてるんですけれど、ねうん、まあ逆にそ,のそれゆえに、ですね、うん、今、ああ財務省バッシングってわけでもないんですけれど、うんうん、そういった。 あの意見というものもありますね。ちょっと財務省がね、力持ちすぎてるんじゃないかっていうう話もね、あり、うんね、アアナなしやというところではあるんでしょうが、さてね、今回の本題であるところの防衛費の増額、そもそもの話から聞きましょうかね。なぜこういうことになったんですかえ、これ防衛費増額がなぜ必要になったか、一番大きいのはやっぱ、あの、ロシアのウクライナ侵攻、うんうん、去年ありました。これが大きかったと思いますし、うん、もう一つは、あの、 昨年過去最多の37回もミサイルを発射した北朝鮮の動向、うん、これもう一時期は連日のようにねありましたもんねありましたそれからあの台湾情勢ですね3期目に入ったの、うん、習近平さんは武力行使の放棄を約束しないとこう言ってますけれどもうん、うん、この台湾情勢こういったことがこういった安全保障環境の厳しさから岸田政権としては防衛力の抜本強化が必要だとして えっと年末に今回のこの防衛費増額を含む安保関連3文書というのを改定しましたそうですね、本当に去年2022年という年は、ですね本当にあの安全保障の問題というのが揺れ動いた年で、ウクライナ情勢はもちろんなんですけれども、ねえー、アメリカの当時の下、ね、院議長だったナンシー・ペロシさんが台湾を訪れたことに端を発してのいろいろな問題なんかもありましたが。が えー、安保関連の3文書ね、まあまあ、聞いたことありますけれども、これ、ですかはいこれ安保 3, あの3文書というのは、ですね、うん、まさに3つの文書からできてまして、はあ、国家安全保障戦略、それから国家防衛戦略、うん、そして防衛力整備計画とこういう、この3つがあって、順々に具体的な内容になっていきますあ3つあるんだけれども、今言った順番で、より具体性が高まっていくわけですか。はい なので、えっと、国家安全保障戦略っていうのが、まあ、基本的には一番大事な文章ですね。うん、で、今回、この3文書の中での最大のポイントは2つありまして、はい、1>, 1つが敵基地攻撃能力、反撃能力と政府が言っているものですが、この保有を認めたことと、うん、防衛費をですね、まあ、関連経費を含めて、GDP 比2%を目指すとしたことですね。 この2つはいずれも歴史的な転換と言えます、うんうん、そうでしたね、年の瀬の朝日新聞の紙面でもね、そういう見出しも立ってましたし、だからこれをこう取材してたのがまさに西尾さんなわけですよね、西尾さんから見ても、この歴史的な転換だったっていうことですよね、そうですね。うん、これ、財務省の人が、ああの財務省のね、官僚の人から見ても、その歴史的な転換点で思ってんですか思ってますね。<ー>やっぱりその まあ、二つあって、それぞれ話させてもらうとうん、うん、反撃能力というのは、これは、あの、要は、敵基地まで飛んでくミサイルの兵器を持つっていうことになるんですね。はい。これ自体は、その、1956年の鳩山内閣の時に、うん、まあ他に手段がない場合に限っては、座して自滅を待つんではなくてうん、うん、敵基地を攻撃することもあってもいいよね、ということを、 表明しているこれが政府の方針なんですけれど、これねただ、これまではその、うん、要は相手の敵地基地まで届く矛の役割っていうのはアメリカが担いますよと。<う>で、日本はあくまで盾の部分、専守防衛の部分だけを担いますよと。うんうん、でも、それをまるっきり変えるわけなので、うん、そうしますとあの、これは歴史的な転換ですし、うんうん、それに伴った、そういった能力、 兵器を開発しなければいけない、持たなければならない。うん、それには当然予算もかかってきますよねと。で、防衛費の方で言えば、うん、防衛費の方も1976年、これも古い話になるんですが、この時に三木武雄内閣が GDP 比1%という目標を作りまして、うんはい、で、これ10年後の,あの中曽根内閣の時に、その閣議決定自体は撤回されてはいるんですけれど、<ー>日本はもうずっと 去年も0.95%とかですけれど1、1%以内の枠内にするというのでやってきたので、これを2%にするというのは、大きな転換でも今の話を聞くと、じゃあ1%っていうのも、特別何かそういう法律があるとかではなくて、まあ、なんとなくそうなっているっていうのが実態だったんですかね。まさにそう,そういう、えっと、歴史的経緯でそうしてきたということが大きいと思います。 それとね、ちょっとやっぱもう一回改めてとていうことで、うん、その敵基地攻撃能力、はい、まあこれは、ね、政府とか自民党は反撃能力って言ってるみたいですけれども、ええ、この言葉の内容を指すものについてこれっていうのはどういういいいに言ったらいいですか、ええ、私もこれは非常に経緯が面白かったなと思ったのが特に政府が3文書を閣議決定した時には反撃能力という言葉に完全に置き換わったというか、うん、反撃能力で閣議決定したので。うん 実はその日から読売新聞ですとか日経新聞 NHK はもう反撃能力としか書かなくなったんですね。うんうん、で、一方で朝日新聞はまあお断りまで出してですね、敵基地攻撃能力、かっこ反撃能力という書き方を維持したわけなんです。はい、これどういうことかというと、はいはい、先ほどもちょっとお伝えしたと思うんですけれど、やっぱり今回の最大のポイントは、 敵の基地まで届くミサイル発射拠点まで届く能力を持つっていう点だと思うんですよ、うん、そうでしょうねそうだねそうするとそれをあの端的に表しているのは敵基地って言葉だと思うんですね、うん、なので私はやっぱり敵基地攻撃能力の方がいいかなと思いましたしうん、うん、あと、まあ、100歩譲ってもですね敵基地反撃能力なんじゃないんですかとこう思ったんですねうん、うん、でこれをですねちょっと政治部の防衛省担当の記者に、うん 敵基地反撃能力でもいいんじゃないかと聞いたところ、この敵基地反撃能力じゃなくて、なぜ敵基地攻撃能力に朝日審判はこだわったかというと、やっぱりそれは、あの、相手がミサイルを発射して、日本に届いた後に撃ったんならば、これ反撃と明らかなんだけれども、はいはい、実際には、そう,だわそう、着手の段階で、<laughs> そうですね。そう、飛んでこなくても撃つ可能性があるから、うん、それって、あの、反撃、 だ、これだけとは限らないんじゃないんですかっていうような考え方があるようでそれでまあ朝日新聞としてはもちろん政府はですねその着手に入った段階でやるとは言っているんですけれどこの敵基地攻撃能力という言葉にこだわったということですね。だってですよ 反撃能力っていうんであれば、ええ、今までだって、選手防衛だとしたって、反撃は別にね、それはするだろうって話で、新しい話じゃないですよね、予算をこんなに増やすっていうことの説明をするんであれば、今までとは違うよっていうところは明らかにしなきゃいけないはずなのに、なんで反撃能力とかって言ってるんですかね。そうなんです。やっぱりその敵基地攻撃能力というと、うん、日本が、今ももちろんそれで政府は一貫してますけれど、選手防衛をですね。はい あの、おろそかにするんじゃないか、<う>変えるんじゃないかっていうような印象を持たれることを、うん、おそらく危惧していると思います。<ー>なので、もともと政府とか自民党も敵基地攻撃能力とあるときまでは言ってたのに、はいはい、途中からこれ反撃能力という言葉に変えてるっていうのは、まあそういう、なんていうんですか、意識があったんだと思いますね。イメージが悪くなるのを恐れてるっていうことなんですかね。うで、ねうん。でもまあ本質的には、ね、はい、さっきの何ですか、そういうその、まあ向こうでどうもこう、はい、敵基地、 基地作ってるぞとか、ミサイル飛びそうだぞみたいなところでもう攻撃ができるっていうことなわけですよね。そうなんです。それは反撃ではないでしょう。日本語としてね。うーん。ということなんです。<laughs> なんか反撃ってのはやっぱり撃たれた後に撃つっていう撃たれた後なんじゃないかっていう気がするんですけど、まあまあ、この着手の判断は非常にだから難しいと思いますね。そうですね。ねそこら辺の着手、着手とは何かっていう定義なんていうのもあるんですかそこの着手という定義が多分おそらくまだこれ、これから。 からとか、もしくはそれをはっきりさせちゃうと、はっきりさせちゃうと、その、うん、なんていうんですか、戦略を、うん、戦略的にっていうことがあってさせないっていうこともあるかもしれません。うん、まあそれもわかりますけれどもね、<っ>まあこうやってはたくさんのお金を使うことだから、なるべく具体的に説明してほしいなと思いますけれども、ね、おっしゃる通りですね。はい。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録、そして高評価の方、よろしくお願いします。朝新聞の